第二次世界大戦記念碑は、第二次世界大戦時に徴兵され、そして戦死したアメリカ兵への追悼の意を込めて、建造された国立の記念碑の名称。アメリカ合衆国首都ワシントン DC の中心部に位置するナショナルモールに建立されている。位置は以前記念碑が建設される前に、リフレクティングプールの東端にあったレインボープールが設置されていた場所に建てられており、 ここは、リンカーン記念館とワシントン記念塔の間にあたる。この記念碑は2004年4月29日に一般公開となり、この年の戦没者追悼記念日の2日前にあたる2004年5月29日、アメリカ合衆国第43代大統領ジョージワオカーブッシュによって、記念碑の除幕式が正式に行われた。現在同記念碑は、国立公園局が管轄する、 ナショナルモールと記念公園団体によって管理されている。中心部の噴水。夜は照明が施されている。大西洋側のアーチ、太平洋側のアーチ1987年、第二次世界大戦の退役軍人であるロジャー・ダービンがオハイオ州選出の民主党下院議員、マーシー・カップターに第二次世界大戦の記念碑を建設できないかと依頼した。 カプターは同年12月10日に会員法案第1624号として第二次世界大戦記念日法案をアメリカ合衆国会員に提出した。議員はアメリカ戦闘記念日委員会にワシントン DC またはその周辺へ記念日を建設する権限を委任することで結論に達し、法案は1992年6月22日に全員出席のもと、 賛否の声の大きさで案件の採決を下す、発生採決の形で可決された。ところが、1992年10月になると、アメリカ合衆国議会が休会を迎える前に、アメリカ合衆国上院はこの会員の案に、承認できないとする意見を発した。カプターは1993年1月27日に、 同法案を会法案第682号として改めて会員へ再提出し、その翌日にサウスカロライナ州選出の共和党上院議員であるストロム・サー・アモンドが法案を上院へ提出した。1993年3月17日、上院は法案を承認し、また会員は同年5月4日に法案の改定版を承認するに至った。 その8日後の5月12日、上院は改定法案も承認することで合意し、第二次世界大戦記念日法案は1993年5月25日をもって、当時の合衆国大統領ビル・クリントンにより法律として正式に署名された。法案は、米国制定法第103議会32号法案として可決された。 1994年9月30日、クリントン大統領は、アメリカ戦闘記念品委員会に建設場所の選定や、デザイン、そして記念碑建設を金銭的に援助する基金の募集を促すため、12名の委員による記念碑顧問委員会を任命した。委員会は勲章を授与された第二次世界、大戦退役軍人の一人で、1996年に大統領候補にもなった。 共和党員、ボブドールと運送会社、フェデックスの代表取締役兼 CEO でアメリカ海軍士官も歴任したクレデリック・ダブル・スミスの二人の委員長が指揮した。アメリカ連邦政府は1億9700万ドルもの資金収集を制約し、およそ1600万ドルの資金を調達した。資金の差分は個人投資や他の機関によって供給された。 1994年10月、大統領は第二次世界大戦記念碑がワシントン DC の中心街並びに他の記念碑の近隣に建設されることを定めた法律である共同決議案第227号に署名した。翌1995年1月20日、アメリカ戦闘記念碑委員会と記念碑顧問委員会は記念碑の建設用地について 最初の共同委員会を開いた。この委員会には、美術委員会、アメリカ合衆国首都計画委員会、アメリカ合衆国首都記念碑委員会、そして国立公園局と合衆国陸軍公平隊も参加した。以下の様々な建設予定地候補が政府機関によって慎重に審査された。他の建設予定地候補最終選考で、 現在のレインボープールの位置に記念碑の建設が決定されたのは1995年10月5日であった。記念碑のデザインは建設前から存在していたレインボープールに合わせたものと思われる。場所はワシントン記念塔から17番ストリート道路を渡り、コンスティテューションガーデンズの場所に近接するところに位置している。広場中心にあるレインボープールと噴水。 1997年にオーストリア系アメリカ人の建築家であるフリードリッヒ・フロリアンの考案したデザインが選定された。デザインの趣旨は上記したように第二次世界大戦記念碑を建設する前からすでに設置されていたレインボープールとその噴水のデザインと合併させたものであるとされている。採択されたのは1997年であったが、 その後4年もの間建設工事は開始されなかった。2001年9月、第二次世界大戦記念碑の建設が着工され、用地の基礎が掘られた。記念碑は、春工にあたって2年以上の歳月を要し、建設から約3年後の2004年4月29日に一般公開が開始、翌月5月29日に除幕式が行われた。記念碑公開に際し、 アメリカ合衆国中から人々が押し寄せた。現在、恒例により1日2000人を超える第二次世界大戦の退役軍人たちが亡くなっているとされるが、この記念飛公開当時は多くの戦争の退役軍人たちが訪れた。記念碑は2004年11月1日にアメリカ合衆国の国立公園の一つとなった。これは、同日をもって管理する権限が、 アメリカ戦闘記念碑委員会から国立公園局へと移ったためである。記念碑の公園のように開放的な空間は訪れる多くの人々にも人気がある。しかし一部の人々からはこうした戦争の記念碑を立てることにより国民を含め戦争に刺激された共同体という感覚を営起させたという点で記念碑広場は国家の戦争参加の象徴であるという意見もあった。 私たちのモール地区を守る国民連合などの批評家たちは記念碑のデザインと建設位置に反対の意を表した。論争の中心となったのは第二次世界大戦記念碑がワシントン記念塔とリンカーン記念館の間の景観を妨げているというものであった。また、ワシントン大行進をはじめ歴史的に大規模なデモや抗議が行われた。 自由な空間を縮めたということへの批判も紛失した。デザインについての美学的論もあった。タブロイド紙のボストンヘラルドは記念碑をうぬぼれが強くあまりに多くの注意を引きつけ、陳腐な表現に満ちたものであると評している。また、フィラデルフィアの日刊新聞であるフィラデルフィア・インクアイ・ヤラー氏はこうした尊大な建築形式はヒトラーやムッソリーにも好んだとして 皮肉を込めて記念碑を書き記している。我々はここに自由の代償を後す4048個ある角星形の模様は約100名の戦死した兵士を表す。記念碑は各々が5.18メートルある56個の柱と広場の両側を取り巻いている13.11メートルに及ぶ半円形のアーチで構成されている。それぞれの柱には、 第二次世界大戦当時の48のアメリカ合衆国の州とコロンビア特別区、アラスカ州地域一帯、ハワイ州地域一帯、フィリピン、プエルトリコ、グアム、アメリカ領サモア、そしてアメリカ領バージン諸島の名前が刻印されている。アーチにはそれぞれ大西洋と太平洋と彫られている。広場は長さが約103メートル。 広さが約73メートルある。また、地面加工媒が1.83メートルあり、これは、長さ約75メートル、広さ約45メートルの中央レインボープールを含めたものである。フリーダムウォールは、記念碑広場の西側、リフレクティングプールとーン記念館が壁越しに見える位置に建設されている。壁は千四十八個ある金色の星型のオブジェで一面を、 飾っており、一つの星は、第二次世界大戦で戦死したおよそ100人のアメリカ人兵士を表している。第二次世界大戦記念碑、前景。ありがとうございます。